それでは今回は塩化銅水溶液の電気分解やっていきましょう。はい、こちらにですね塩化銅水溶液 10% のものを用意しました。綺麗な青ですね。はい、銅イオンの色ですね。綺麗ですよね。はい、はい、でこちらですね電源装置つないであります。はい、で間にね豆電球入れてあります。はい、でここにね塩化銅水溶液にさせているのが、炭素棒ですね。炭素棒、はい、はい、では塩化銅水溶液に炭素棒をさして電気を流したらどうなるんでしょうか。はい、実験してみましょう。やっていきましょう。はい、スイッチオン。はい、ということで変化をご覧ください。はい、だいたい3ボルトから6ボルトくらいの電気を流します。6ボルト流しました。はい、豆電球つないでいるのは流れているのが分かる。そうですね、ちゃんと電気が流れているのを豆電球で分かります。そうすると炭素棒の周りはどうなってきたでしょうか。はい、ちょっとブクブク陽極側、赤のつながっている陽極側の炭素棒からブクブクしてますね。はい、何か気体が発生しております。はい、ちょっと顔を少しだけ近づけてこう仰ぐように匂いを嗅いでもらってもいいですか。はい、私ですか。はい、はい、まあこの実験はね換気を良くして実験しましょう。あ、はい、来ました来ました。なんか香りが、はい、いい香り。本当ですか。あれですね、あのプールとか、はい、あ、そうですね、あと温泉プールみたいなところに行った時、はい、みたいな香りがしますね。はい、でも刺激臭ですね。そうですね、はい、なんでまあね、こううっすら嗅ぐと、はい、まあ清潔な、なんだろうな、カビキラーみたいな香りですね。確かに、はい、なんですけど、はい、直接嗅ぐと鼻にね刺激がありますので、はい、こう仰いで嗅ぐようにしてください。はい、先生、この気体は何でしょうか。はい、ということでね、こちら発生している気体はですね、塩素が発生してます。塩素が、はい、はい、ちょっと実験してみましょうか。はい、こちらにですね、はい、色水用意しました。はい、食紅で赤く色をつけておきました。はい、はい、でちょっとこの辺の周辺の陽極周辺の泡のところですね、はい、この泡を一緒に取って水溶液も取ってしまいましょう。でこれをですね、はい、この液体にちょっと入れてみますね。はい、じゃあいきますよ。はい、そうするとちょっと振りましょうか。振ると、はい、ちょっと色が薄くなってきましたね。もうちょっと取ってみましょうか。はい、で入れたら振ってもらっていいですか。はい、入れます。はい、おお、はい、おお、だいぶ落ちましたね。ね、色が消えていきましたね。はい、はい、まあ、これはですね、はい、塩素の漂白作用というものがありまして、はい、色を、ね、漂白するんですね。はい、それであの赤色が消えてしまったということです。なるほど。はい、ということで、まあ、漂白作用があるので塩素であるっていうこともね、一つの手がかりとなりますね。はい、ではちょっと一回止めて、はい、はい、ちょうど陰極側ですかね。はい、陰極側、陽極側は気体が発生してましたが、はい、陰極側の炭素棒どうなってるんでしょうか。はい、あ、ちょっと赤いですよね。ちょっと赤いですね。ちょっとね、分かりやすくするために、はい、まあ、普通は 1,2 分なんでしょうけど、はい、10分くらいちょっと置いてみました。はい、はい、ちょっとじゃあね、電源を切って、はい、はい、このね、陽極と陰極の様子を見てみましょう。はい、さ、じゃあちょっとそーっと持ち上げてみると、はい、おー、すごい、きれいに赤くなりましたね。そうですね、陰極の方が赤くなりましたね。はい、はい、ちょっと取り出してみますか。はい、はい、すごい塩素の香りはすごいしてますね。大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、でね、ちょっと取り外してみますね。さあ、このね、陰極の方に溜まってたものの様子を見てみましょう。こんな感じですかね。はい、表面にくっついていたものは赤いものがなんかねついてますね。はい、はい、うん、こちらは何がくっついたんでしょうか。こちらはですね、はい、赤い金属、銅ですね。銅ですね。はい、
ということで、まあ、塩化銅水溶液を電気分解すると、はい、陰極には銅、はい、そして陽極はですね塩素が発生していたということですね。つまりまあ塩素と銅に分かれたという感じですかね。そうですね、はいはい、水はね水素と酸素に分かれたという実験やりましたけど、はいはい、塩化銅は塩素と銅に電気分解できるということですね、はい、で先生これは、なんでこういった現象が起きるのかっていうとイオンが分かれてるっていうことですかね。そうですね、はい、まあ、塩素と銅なので銅イオンが Cu2+、うん、で塩化物イオンが、Cl- ですかね、はいはい、でそれがまあ分かれてこう銅が付着したり塩素が発生してるんですが、うん、こんな感じでですね電解質が、まあ、水に溶けたものが、うん、その電解質が陽イオンと陰イオンに分かれることを電離というのでそれもセットで、ね、覚えておきましょう。